エクセルプロユースフルのおさです。というわけで本日は睡眠についてお話ししようかなと思います。ユースフルでは皆さんの人生が変わるような本の一覧ご用意いたしました。ぜひ概要欄の URL チェックしてみてください。ビジネスマン、そしてね、大人なら誰しもが気になっている健康領域のお話ですけど、僕も例に漏れずね、31歳になって自分の健康に気をつけるようになりました。働きすぎてぶっちゃけこう節制できてない部分たくさんあるんですけど、それでもねやっぱりこう自分自身の今の健康状態ってどういう状況なんだろうっていうのを知るためにあるガジェットを買ったんですね。この間ビジネスマンなら押さえておきたい IT 投資ツールみたいな話、パソコンとスマホ編やりましたけど、ある意味今回それですよ。ここ最近睡眠の概念が変わった話、そのきっかけを与えてくれたのがこれでございます。中指に貼るこの謎の分厚い指輪実はね、2、3ヶ月前ぐらいの動画から毎日こう押さないなんかわけわかんない指輪つけてるぞという話ね、視聴者の方からも聞こえてきましたけど、オーラリングっていうですね、海外かな、どこだったっけな、アメリカじゃないな、スウェーデンだったっけな、どこかしらの海外のスタートアップベンチャー企業が作った健康をトラッキングするためのウェアリングデバイス、まあ、要はこれをつけておくだけで自分の睡眠状況をトラッキングできるんですね。トラッキングの仕方としてはスマートフォンにアプリがあって、でそのアプリの中に3つのぐらいのタブがあるんですよね。あ、そうそう、これ見えるかな、光っちゃってますけどね、アクティビティとか睡眠とかコンディションっていうタブがあって、例えば睡眠とかだとね、これ本日の睡眠スコアが74点ですとか、なんかいろいろ出てくるわけですよ。3日前の睡眠スコアとかね、4時間しか寝てないから61点で注意してくださいみたいなの出てますねなんか、まあ、そういった形でね、日々自分がどんな睡眠状況で現状のコンディションがいいのか悪いのかっていうのを、まあ、毎朝あるいは気になった時、日中でも気になった時につけてれば常に連携されてますので見れる状態になったんですね。これがね、睡眠の概念をよく変えてくれたんですよ。あ、今日まずいなと、昨日の夜確かに全然寝てないから今日の日中どっかで昼寝取んないといけないと思って実際に休みの時間を入れたり、そういった形で人間ってね、可視化されて初めて自分の状態が数値ベース定量的に可視化されて初めて何かこう態度変容が起きるんですね。で態度変容が起きて、その時にこう思い立って、あ、じゃあ明日ランニングしようとか、なんかそういう行動変容を起こすっていう、こういうリズムに変わっていくんですね。面白いですよねみたいな感じで、まあ、今日のお話は睡眠の概念が変わってきたのは結局こういうウェアラブルデバイスみたいなものに投資をして買ったことがきっかけになってますよという話ですね。で僕がこれを買ったきっかけは、前職の伊藤忠で先輩だった方が実はまあベンチャーキャピタルをやってて、その海外のスタートアップに実際に投資をしたっていう話をまあツイッター上で見かけて、でそしたらやっぱり東京のスタートアップ界隈とか、あるいはこう著名人とかがまあこういうリングをつけてるっていうのがまあ情報として出てきたんですよね。で僕はその著名人とかの情報全く見ずに、あ、この先輩がなんかすごくいいプロダクトだよって言ってんだったら、あ、買ってもいいかなと思って、で実際に買いました。で買うときね、もし買う方がいらっしゃれば、あの僕全然これアフィリエーターでもないんで、皆さん全然アフィリエートリンク貼るつもり全くないんですけど、 Amazon で買うよりもそのオフィシャルサイトで買った方が100ドルぐらい安くなりますね。確かね300ドルで買えたかな、種類によっても値段変わってくるんですけど、300ドルちょっとぐらいで買える指輪になります。確かに関税がプラスでかかっちゃうかもしれないんで、そこはちょっと気をつけないといけないんですけど、まあ、大体日本円にして4万円持ってれば買えるかなっていう印象ですね。大体充電っていうのはね、4日に1回ぐらいしないといけないのかな、4日に1回ぐらい指輪外して、指輪のリングみたいな形をしたところにポートがあるんで、そこに置いて充電をして寝る前にもう1回つけてみたいな感じで使ってたりします。なんかこう今までの人生にはあまりこうなかった日々の自分の健康状態を管理できるデバイスだったので、すごくいいなと思いましたし、やっぱりね、こう腕につけるタイプとかいろいろありますけど、指輪だったらね、苦にならないですね。結婚指輪とかね、婚約指輪とかがもう苦になってる人にとってみたらもしかしたら合わないかもしれないですけど、一番こう何をしてても、仕事をしててもつけっぱなしで全然違和感ないし、腕輪だったらこうパソコンとかやるときに机に当たって痛いとかあったりするじゃないですか。僕腕時計とかもしないのは、なんかそういうパソコン作業するときに邪魔な感じがすごいするんで、つけられないんですけど、うん、仕事中はね。そういった意味でやっぱり指輪型がいいなっていうのと、あとはこう指ってなんかどうやらこう人間の皮膚の中でこう最もこう薄いところらしいんですよね。でそれで結局そのデータをこう取るための動脈といいますか、静脈といいますか、多分ねその血流みたいなところをきちんとこう計測するっていう意味でデータが一番こう正確性を帯びるらしく、そういった意味でもこうリング型がいいんだなと、指輪型がいいんだなっていうのをこう改めて勉強させていただいたという次第ですね。ちょっと話変わっちゃいますけど、 AI ってあるじゃないですか。 AI 崩壊っていうのがあって、
で AI 崩壊の世界観ってなんかこう人々の健康データが AI によって最適化されていく世界で、実はそれが AI が暴走してしまって人々が苦しんでしまうみたいな、そういうねストーリーラインがあるんですけど、なんかこういったウェアラブルデバイスから取られたデータがきっと修練してああいう世界観になっていくのかななんてことを思いながら、でもね、まあ、最近少しずつ流行り始めてるかなと思いますので、ぜひ皆さんもね、こう睡眠に気をつけたいとか睡眠を改善していきたいとか、日々の自分の健康状態トラッキングしたいなと思われた方は、なんかこういったねガジェットも見てみるといいんじゃないでしょうか。まあ、一応ね URL 概要欄に貼っておきますので、ぜひぜひ僕がつけてるものもチェックしてみてください。確かね何種類かサンプルを一回送ってもらうことができるんで、一旦そのサンプルありのやつをぜひ試した方がいいです。指輪ってこう第何号とかあるじゃないですか、5号とか6号とか7号とか8号とか、指のサイズに応じて選ぶことができますので、その選ぶためのキットを最初に送ってもらって、その後に自分に合うものを選んで最終的には現地に発注するというプロセスが、一番いいかなと思います。いきなり購入しちゃうとね、なんかちょっとこうサイズ合わなくて使えねえわってなっちゃうかもしれないんで、あのサンプルキット取り寄せるといいかなと思いますし、なんなら僕そのサンプルキットをうちの親父ですね、両親につけてもらって父の日のプレゼントとして同じリングをですねプレゼントした、そんな使い方もできましたので、ぜひですね自分だけに限らず自分が大切にしたい方に対してもこういったデバイスをねプレゼントすると喜んでもらえるかなと思いますので、ぜひぜひお試しください。というわけでね、まあ、直近僕自身の中でこのガジェットを買うことで睡眠の概念自体がね大きく変わったなというところでございました。各言うこの動画を撮影しているこの時間、今実は夜中の朝の2時ですけれどもオーラリングさんにね怒られちゃうなと思いながらも撮影してますけど、まあ、頑張らないといけない時があるんですよね。うん、毎日が健康だったらそれが一番いいけど、人間そうもうまくいかないんで、頑張らないといけない時は頑張る、朝の2時でも3時でも撮影し続けないときはし続ける、大量に撮っておりますでも睡眠スコアが一気に落ちますそういったね楽しみ方ができるアプリかなと思いますので、ぜひぜひ皆さん頑張ってみてください。皆さんもね、何かこう睡眠で気をつけてることあるよと、こういうガジェットもあるんですよみたいな、おささんもぜひ試してみてくださいみたいなものがもしあればコメント欄でねお寄せいただけるととても嬉しいです。よろしくお願いします。というわけで、本日はなんかいつもとテイストが違って睡眠なんていうねテーマ話してきましたけど、ビジネスマンには欠かせない、人間には欠かせないテーマかなと思いますので、こういったところもね今後僕のちょっとした処世術お話できたらなと思ってます。ちなみにですが、ここ最近何々の定義が変わった話みたいなシリーズね、最近僕の価値観が変わってきた一人トーク増えてますので、他の動画見てみたいなと思われた方、今のところ上がってるやつだと、ここ最近働き方の定義が変わった話っていうところと、あとは人脈の定義が変わった話っていうね2つの動画ございますので、その関連動画最後ここに並べておきますので、こちらもチェックしてみてください。というわけで最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。 See you next time。バイバイ。ユースフルでは皆さんのビジネススキル、テクノロジースキルが伸びる、人生が変わるような本の一覧ご用意いたしました。この本めっちゃ役に立つよね、なんで教えてくれるのというぐらいね、驚くぐらいの情報が乗っかった本のリストですので、ぜひね、ユースフルのメルマガ情報、最新の情報と合わせてダウンロード登録よろしくお願いいたします。概要欄チェックです。